特殊車両通行許可とは、道路法及び車両制限令に基づき特殊車両が、行動を通行するにあたり必要となる許可である。通称、特殊車。この許可は、車両と通行経路、通行条件を特定して許可するもので、申請書、車両内役書、通行経路表、通行経路図、車両所限に関する、説明書、車検証の写し、旋回奇跡図、 連結時の最小回転半径計算シートに姿図、申請書を作成した際のファイル、出発地及び目的地の見取り図や付近図、それらの中から道路管理者の求める資料を添付し申請する。申請は通行経路を管理する道路管理者が一種類であれば、その管理者、通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、どの管理者に行っても良いがその場合は、 手数料を納付する。申請を受理した道路管理者は他の道路管理者が管理する区間も含め一括して許可をすることができる。その場合は各道路管理者が国土交通省に提出している道路データをもとに許可の可否を判断し許容値をオーバーしているかその判断ができないまたは道路データが提出されていない場合は各道路管理者に協議を実施し 許可の可否を判断する。許可証の発行に必要な期間は、当該自動車の車検値、道路管理者の協議の有無などによって異なり、申請してから数週間から数ヶ月かかる場合がある。また資料をさらに要求される場合がある。許可する場合、必要に応じて、助行や夜間走行等の条件を付けることができる。通行が許可される期間は、当該車両を用いて行う。 事業区分によって異なる。通行許可は AD までの4つの区分があり、通行にあたって条件が付けられることがある。条件は車両の重量または大きさによって異なる。平成26年10月から運用が始まった制度。特殊車通行許可を得るにあたり、国土交通省が指定した大型車誘導区間のみを通行する場合には、許可が出るまでの期間が最短で3日間と、 大幅に短縮される。指定される道路は高速道路と直轄国道が原則として全線、地方管理道路は主要港湾や鉄道貨物駅、空港を結ぶ道路。これまでは特車申請を行うと申請を受理した機関は各道路管理者と協議して許可を出していた。大型車誘導区間のみを走行する場合は国土交通省で一括審査を行って 許許可可を出出すため、ののように許可ががるる。までの期間が短くなっている特車ゴールドとは、業務支援用 ETC2.0 車載機を装着した特車向けのものとして、国土交通省が平成28年1月25日13時から開始したサービス。特車の許可更新が簡素化されるほか、経路選択の自由度が上がっている。基本的に特車申請においては、 一経路一申請となっている。つまり発着地が同じであってもトラックが複数の経路を走る可能性がある場合は各経路ごとに別個に申請を行う必要があった。国土交通省が平成25年に許可を行ったセミトレーラ連結者の特殊申請では発着地が同一で複数の経路申請が行われたものが全体の8割以上になり、 平均して休経路の申請があったという。特車ゴールドを利用すると一つの申請で、大型車誘導区間の経路選択が可能となるので、渋滞や交通規制における経路選択の自由度が高まるほか、経路ごとの複数申請も不要となる。また許可の更新も自動化されており、更新申請メールが自動送信され、指示に従って、 ワンクリックするだけで特車申請の更新が行われる。ただし経路違反や重量違反があった場合には自動更新はできない。特殊車両通行通知とは自衛隊が車両制限例を超える仕様の自動車で行動を通行する場合に事前に道路管理者に行う通知。民間の特車申請と類似したところはあるが民間のそれが申請と許可になっているのに対し、 自衛隊は通知となっている点が異なる。通知の手続きも民間と比べると比較的簡略化しており、緊急を要する場合は電話でも通知を行うことが可能となっている。根拠となるのは車両制限令第14条と車両の通行の許可の手続き等を定める省令第四条第一項第七号昭和十八年に建設省と防衛庁で交わされた。 車両制限令等の一部改正に伴う防衛庁と建設省との覚書。覚書は旧建設省と旧防衛省で交わされたものであるが、数度の改正を経て、現在でも国土交通省と防衛省との間で効力を有するものとなっている。自衛隊がこの通知によって特殊車両を通行させられるのは以下の場合である。 自衛隊法で定められた出動や派遣の場合演習や関越式など自衛隊が行う教育や訓練部隊の編成や配置に伴う車両の移動自衛隊が特殊車両の通行を行おうとする際には通常は書面にて車両の形式運行目的通行経路車両所限台数通行日時道路を保全するための措置を道路管理者に対し通知する 通知にあたり、自衛隊は、道路情報便乱で障害になりそうな場所がないかを、調べ、通行可能かどうかの算定を行う。その結果 AD のいずれかの通行条件に、該当する場合には、その通行条件に即した、道路保全の措置を通知に記載し、実際の部隊行動にあっては記載した措置を行い、通行する。AD 条件では、通行が不可能な場合は、 ベッド道路管理者に紹介を行い通行に必要な措置を取らなければならない。この場合において1年以内に同一の車両、経路、積載物等で再び通行するのであれば2回目以降は紹介を省略して通知を行うことで通行が可能となる。これら一連の通知にかかる処理では自衛隊から道路に関して紹介を要請された道路管理者は 自衛隊に対し地帯なく回答しなければならない。また通行における技術的判断をするために道路管理者から必要な車両所見などの資料提出要請が自衛隊に対し行われた場合も自衛隊は提供しなければならない。通常は国道沿いの検問所や高速道路のインターチェンジの出入路やバリア等で道路管理者が行う。違反者にはその場で指導警告書や 措置命令書等が交付されたり、悪質な場合はその場で運行禁止を命ぜられる場合がある。また、高速道路会社の場合は本線への流入を禁止し、U ターンをさせる。バリアのように引き返せない場合は、一般道路への流出口を開放され誘導される場合もある。また下に記してある通り罰則規定はあるものの、実際に罰則を受けるのは稀である。 一般的に自動車で行動を走行する場合は、道路交通法によって規制され警察が取り締まりを行う。また自動車のナンバープレートの付与や、車検証の発行を行い道路運送車両法等に乗っ取り監督するのは、旧運輸省である国土交通省であり、道路法等に乗っ取り道路や橋等を監督するのは、旧建設省である国土交通省である。このように、 それぞれの行政機関と法律が複雑に絡み合い、問題を難しくしている。上に記載された各問題点を含め、本許可制度と保安基準の緩和を同じ国土交通省が所管しているにもかかわらず、旧省庁からの区分けが依然として続いていることがこの問題をわかりづらくしている。上記の問題点を解決しようと、隠し取り組みが行われている。 一般制限値を超える車両を無許可または条件違反で通行させた場合は道路法第102条第5項により30万円以下の罰金となる。また道路管理者の措置命令に違反した場合は道路法第101条第5項により6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっている。通行許可が必要な主な自動車は大型セミトレーラー、大型フルトレーラー、 ポールトレーラー、ラフタークレーン車、連接バス、高速道路を走行する路線バス等である。また、JR バス、関東などが運用していた大型高速バスも、特殊車両として通行許可証が必要であり、渋滞、通行止めなどがあっても許可された、経路以外に迂回することはできなかった。ありがとうございます。